おはようございます。本日もやってまいりました、鶴見区ジャイロ技研のジャイロでございます。このお店、いろんなところにね、いろんな仕掛けがあって、どのコースにもお宝があるわけですけども、まあ狙いとしてはやっぱり今月入った信頼で打ってないのが2つ、ゼロとワンパンマン。ただね、番号が24なので、どっちも座れない可能性が割とある。まあそうなったら、まあ定番機種行くか、あとね、シンガロ2ももう一回打ちてえなって思ってるんで、まあ定番機種行くか、まあシンガロ2行くか、ティガはちょっと擦りすぎたんで、ティガはちょっと置いといてって感じですね。はい。まあ北新地にまた昨日も行ってきたわけですけども、こうね、なんだろう、YouTube やるようになって、精神が強くなったっていうか、前までだったら、キャバ行っても、やばい、話せないよ、どうしよう、あーってなったのが、全然喋れるようになってね、強くなったなと。きっと、女の子たちもヘルプについてくれた女の子たちもみんな笑ってくれてたんで、きっと僕の話が面白かったんじゃないかなと思っております。超楽しい。ちなみに昨日は僕の計算では4から行って5万の計算でいたんですよ。会計ピッてきたら7万円超えてまして、キャバクラって怖いね。またレベルが上がったよ、キャバクラの。ちなみにね、そう、ちょっと話長くなるんだけど、高級ソープが安く感じる。次行こっかな、高級ソープ。いや、行きましょう。ワンパンは？あ、埋まっちょる。ワンパンは取れずか。あれ、モンキーも死んだ？じゃあモンキー行くか。はい、ではモンキーターン打っていきます。で、スペックがね、319分の1で、ラッシュ突入数が 50% で、通常大当たり10ラウンド通常が 50%、 ラッシュ大当たり10ラウンドが 50% で、右打ち中は 70% が10ラウンドラッシュ継続、 30% が10ラウンド通常なんですけど、どうやらザンホリューが1個残る形のようで、そのザンホリューでの引き戻しも考慮すると継続率が 81% となるようです。いや、復活じゃないですか。え、確定しちゃってるか。あれ、俺罰前で回を取ってねえんだけど、なんだこれ。まだぎじる？やっぱぎじった。A1 か、ロゴ落ち。ストックで貝が来るかな。で、蝶まで取るかどうかなんだろうね。まずはリーチラインも金とかがあるから、今のところはそうでもないけど、初の疑似さん、ま、前世ら取ったの初めてですね。130書いてます。誰だ君は。で、ボートレースリーチか。えのきさんじゃん、帝王なんて言ってこの人で、前半後半の概念があるのは知ってる。おお、後半行った。どうだろう、西林さんは割と後半1は何とでもなるっていう台が結構多いから、ちょっとあの内容的には厳しそうだけど、出てこいよお前。あ、あれで多分カタナの勝手が入ったらチャンスアップってことかな。カタナが優勢になるんじゃない。これは基本的に無理くせえけど、最後のボタンが赤とか赤くもないし、あん
え、死んだ？俺のせいだ。4万円目です。ここまで絵が撮れておりませぬ。ただちょっと動画的には困っちゃうかなっていうところ。ここまで何も起きないとね、打っててそんな嫌いな台じゃないですね。何も起きないのはそんな嫌いではないですし、割と孫ちゃんが救済リーチでぶっ刺したりしてるのも見てるし、まあ、ちょっと弱いスーパーだったら救済系見て、まあ、懲罰全開行ったら死んだろうなみたいな感じで、そんなに嫌いではない。で、僕競馬は大好きでしょっちゅうやるんですけど、公営ギャンブルは基本やんないんですよ。なんでかっていうと、パチンコやってスロットやって競馬やって他もう一つやると死ぬんで、ただ今の収入だったらやれなくはないかなって。他のやつも北新地のキャバクラ行ってお金使うぐらいだったらね。めっちゃこれから失礼な話をするんだけど、怒らないで聞いてください。これは僕が聞いてる話なんだよ。公営ギャンブルの民度、要はお客さんの質っていうのかな、一番悪いって聞くのが、すいません競輪です。で、僕20歳の時に友人に連れられて小田原県に行ったことあるんですよ。で、何レース目かな、人気の選手が結局車検外になっちゃって、年配のもうおじいちゃんが、例えばその選手の名前がジャイロだったら、ジャイロは何やってんのバカ野郎死ねーとかゲー罵声浴びせたのを覚えてて、怖いなここっつって、で競輪って言われてて、で僕競艇場は2回行ったことがあるんですね。ライダー仲間に連れられて江戸川でしたね。で結構綺麗で、で人も結構いたんですけど、みんなおとなしく見てるんですよ。当たった人は楽しみにしてた、外れた人もあちゃーみたいな感じでいたんですけど、先ほど一服してたら孫ちゃんが墨の絵ってもあるようなんですね。もう協定上に民度がやべえと。そんなにやばいんですかあそこは。やっぱり罵声とかひどいんですか。昔の江戸川とかもそんな感じだったのかわからんけど、協定上ではその罵声は聞いたことないですね。もしかしたら今競輪場行ってもそんな罵声は出ないかもしれないけども、ちょっと一回オートレースで楽しんでみたいなと。できれば元スマップの森さんが出てる日、2年前のちょうど今ぐらいに日本一になったんですけど、スマップの森さん SG 取ったんですよね。ニュースでもなったし、僕もレース見たんで、おおって感動したレースですけど、多分 YouTube に調べれば分かると思うんで、興味のある方はぜひ。復活？あれ？変動中にロゴが、あ、金が出た金が出た金が出た。リーチラインも赤、金出た。今地震だっけ？今ちょっとバイブルでいろいろ見てたんですけど、でもあれ？ロングリーチ？これ地震だよなまだ。ロングリーチでいいのよ。ロングリーチじゃねえ。ボート行っちゃった。おお。超バスビッグウェーブ。一番上のゾーンか。何個ストップしてんのこれ。10個ぐらいストップした？マキシマム。今マキシマムって出たよな。ドーン。まだだ。マックスって出たよね、さっきの。超抜全開が来ました。ついに637回転目。超抜全開。何パーだっけこれ。ただリーチ後にね、月背景とか出てないんだよな。
誰ガモか。テロップはなんで白なんだよ。ハンタの一回も出てきてことねえんだよ。やべえ、これやらかした。あれでもこのカット今初めて見る気が。相手ボタン、最後のボタン変化してない。いって、やった、復活復活復活なんだろ、どうせ。やった。でもね、多分ね、そうだった、何もないハマり台はいきなり激安、いきなりの激安は当たらんというパチンコの法則がある。さあ、5万円のヒットの地獄から6万円目でございます。で、ちょっとシンプルモードで行ってみたいと思います。で、一応ちょっと調べたところ、どうやらシンプルモードでの先読みが出たら信頼度がだいたい 22% ほどとのことです。合ってんのかな数値。まあちょっとシンプルで3倍ハマり超えちゃった。あれ今日これ確かポイント9500パーもらえんだよね。あれ9570ポイントとか9570パーってもらっていいんだよね、救済で。よかったよかった。41万発近く返ってくる。なんだよ、収録2回連続でこんなにハマんだよ、これ。震えろや、そろそろ大丈夫だよ、これ。初のシンプルにして初の再建、できれば中で目な3とか7か欲しい、バイブなし。あれでもドラゴンがここまで出てくるやつってあったっけかな。赤で出てくるやつ強いんだけど。まだ白いんですけど動くが。おい、金はどうした、金はどうした。ロングリーチくせえなあ。一応ギジさんの下か。おい、金は緑じゃない、赤でもなく、よっしゃじゃねえよ。これは飽きまへん。おい、一応ドロップは怖いもん。これで前半で外れたら救済金いくかな。赤ゼロ出てんのね。お、これちょっとチャンスじゃない、なんかいかない。まああのまま後半行っても当たらんからいいんだけど、前半外れから救済金ってねえのかな。何先も出してんの。あ、ごめん、気づいちゃった、やべ。呪われた引き持ってるやつにあのチャンスを見つかると外れるっていう中のラスを書き換えるから。今聞きました、外れそうですってよ。そんなことないですよ、もうついに言いましたよ、この男。さっきまで気づかれたって関係ないって言ってたのに、ついに言いやがった。モンキーターン9枚目です。何これ、何これ。何これ、もうこれガチで V モンキー決め、確かに動画的にはこう来てこう来りゃ V モンキーだから、これで一撃ボコって出して一撃1000万発ぐらい出せば V モンキーなんだけど、1000万発1億発ぐらいだね、うん、それで今日パチンコやめます。はい、ありがとうさよなら。ジャルギ県のジャイロでございます。もうほんま今のパチンコ嫌だわ、ほんとね。あれこれ何百回と言ってきたけど、今のパチンコが一番おっ、叫びと叫びと、これは先読みだからドーンが入る。ドーンとしては一番弱いけど、チャンス来ましたね。でシンプルモードにしてて、ストック、まあ超罰全開の一つストックしたんで、罰全開までは勝ってストックします。
うんたら超無鉄うんたらゾーン入んねー。どうやらあのタイムで超一番上のゾーンなんだっけか、あ、懲罰ビッグウェーブかに入ることがあるんだよね。で、ここまではストックするようになります。超がストックするかはまだ分かりません。で、この時ソンマリの台で並んでるのを見たんで、並んでたらチャンスになったと思います。プロペラはプロペラアタック、プロペラプロペラが来ねー。今また俺を見なかったよね。あ、今小当たりの出玉取れなかった、ソンマリのせいで。45発返してよ。また当たるんだ、本当にわからないと思ってる。で、次にソンマリはこういう全部無事でってやる。もうパシンカスの気持ちはよくわかる。うぅ、バイブが来ねえけど最近も来た。1633回転、バイブ欲しいんだよな。でもバイブが先読み出てないってことは東海でもじゃな、もう新速ってやつゼロや全開。いや、それじゃない超くれ、青島超くれ。なんでかいなんだよ、お前可愛いんだから超よこせよ。金、アリサ、超もちもちしてるな。リーチラインは赤か。リーチ後にボタンが出ね、あの女の子2人の背景も出ね。次回予告か、ここで。おい、ビッグウェーブくれよ。ここだろ、懲罰ビッグウェーブとかってやつが来るのが。ここね、観客は普通。もうお前のこと見飽きたっつってんだろ。ていうか、これ前半で外れた方がいいのか。2号艇と6号艇しかいない。あれ、嘘でしょか。あっち行って、あっち行って、こっちのね、ボートレース後半行っちゃうの、このまま。なんだっけ、もっと強いやつ、ゴールドバトルってやつ、こっから行くことあんのかな。宗師の兵法か。やべえ、バイブしてね。何回終わってんだ、もう1632。そう、やっとバイブが味わえた。まあこれ出るとき必ずバイブするけど。テロップ変わってろよ。ああ、ここのカットインがデフォだ。テロパーカーなんで、お前やる気あんのかよ。来て、浜口だけ、こいつこいつ助っ人。おい、カットインもこれデフォやべえ。ノーチャンスアップ。リードしてるじゃん。やったー、やばい、住之江のお客さんのようにバカしねえって言いたいですね、本当に。協定選手やめろってくらいに言いたい。もうさ、ここまで来たらもう3000までぶちはめてやるか。ここら辺でぶち当ててガッシュぶち込んで V モンキーやるしか面白い動画にならねえと思うんだけど、どうしましょうかね。あ、楽しんでってね。楽しませてみてくれろ。私の出番ね、うん、あれね、アリサオリって先読みチャンスにしてると一回も出なかったから、もしかしたら先読みチャンスにしてるとここの煽りが出た瞬間にアリサの猛攻なのかもしれない。最後のボタンの色とかが、あー、ダメくせー、普通ボタンやん。やった、また来た。
最後のボタンが通常ボタン以外だったら激アツ。やったやった、うお、1752回転、バイブ先読みはなし。ただ生紫保留、先読みチャンス。やるシンプルモードで新速来るかな。ジャスト10万円です。今ちょうど10万円消えたところです。狂ってるね。3か7が止まればチャンス。リーチライン赤。リーチラインが金だと懲罰全開の怒だったかな。さあ技術さん、金が出るかどうか。まずはリーチライン赤のままか。まあ金はめったに出ねえか。保留も成長してねえしな。あーここも白。懲罰ビッグウェーブ来ねえかな。あ来た、懲罰全開だった。懲罰ビッグウェーブじゃなかった。このタイミングだともしかしたらゴールドバトル行くことあるのかな。前半の前にこう来たらボートレース後半にいきなり行くか。ゴールドバトルあんのかな、見てないから分かんない。またえのきだけかよ。カットインはデフォー、テロップしろ。あれ助っ人でかくないか、エフェクト来た。浜岡さん、浜岡って言うんだっけこいつ。来たよ、今なんかイルミでかかったよね。これは行ったか。押せない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 、行った。ちなみに正直もうこれだったらノーヒットで行ったろぐらいの勢いだったんだけど当たっちゃいましたね。当たっちゃった。もうこうなったら V モンキーしかねえじゃねえか。この素材を面白くすんのよ。これで通常だったらどうすんだよ。もうやべえ、えのきさんが1番人気で畑の4番人気一番やべえじゃん。あでも青島がいる。あれ今青島6号店にいなかった。青島がどっかにいればいいんだっけか。青島が 一番今青島いたよな。青島がいただけで OK だっけ。誰相手、えのきだけさんはやめてください。え、ちょっとえのきじゃねえのこの黒いの。あ、違う、浜口だ。あ、道口か。あれでも今あれ青木がいただけで OK だっけ。あいつが一番人気だったらいいんだっけ。どっちだっけ。あ、必ずいるのかあいつは。で、道口がもう浜岡しか相手がいねえのか。やったやったやった。これどうしようこの素材。当たんなよ、だったら復活あんの。おおよっしゃ、これなら V モンキーがやれる。わかるよね。もうね、この動画を面白くするにはこれで V モンキー決めなきゃいけないの。これで3年ぐらいで終わって飲まれて終わりました。10万負けです。何が面白いんじゃねえってタイミングで電池変えたのもすげえわかる。でも早いじゃん、それですぐ即死だよ。行こう。もうこうなったらこの動画は V モンキーを決めるしかない。しかし決められず。で 70%
で勝利プラスラッシュ継続 30% が10ラウンド通常になるんですけども、ザンホリューが1個残ってて右打ちは 2.6 分の1で当たるんですね。だからザンホリューの2で 2.6 分の1で当たり引いてればそこでまた当たりますが、そこで 70% のラッシュを引いてないとあのザンホリューで当たってても通常当たりの出玉もらって終了というパターンになります。いやもういい開き直る、いいレースをしてやろうじゃないか。1回転で当たったんですよ。タイトルがデフォです。白赤金もあるか V 狙います。はい、えのきさん一番人気に来て、やべえ、えのきが一番人気じゃん。一番人気以外と戦えばチャンスなんですけど、一番人気やべえ、これ多分ねレースによっても信頼度が変わる。オーロカップみたいなやつだとやっぱそんまりずっと勝ってたし、あー終わった、死んだ、帝王が来る、帝王が来る、あれ違う、うおうおうお、バイブした、バイブした、やった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 やっ た, やった今えのきと2番人気誰だったっけ。もうバイブしたんで勝利ですね。これは畑野より下の着順、人気が下のやつが相手だったら勝利濃厚です。びっくりした、言ってくれた。ザンホリューは当たってない方がいい。これだとザンホリュー当たってんなよ。それは今ちょっと沈む、危ね、6か、多分奇数の方が優そう。またデフォかよ。でザンホリューが当たってない方がいいって言ったのはこれが継続でなおかつザンホリューが当たってて継続だと、うおやった、ザンホリューが継続だと青島が出てくるか、えのきを倒してあの V ストックみたいなのやるんすよ。帝王ストックみたいなのもあったりするんですよね。あとこのカウントダウンが高速だったら当たりとか、ピストンの役物アオリも2種類あってそれが高速だったら当たりとかがあります。あ、究極 V フラグってやつかね。え一番人気だったら当たり、あ風が来る。あと6番人気でも当たりです。5番人気はあるのかな、多分5番人気はないですね。堀当たってんなよ、危ね、あでも3だったらよかったね。で37で当たれば継続も濃厚です。ただ37で当たったら見たことない。で多分緑数字の方が強い。タイトルはまたデフォか。4番人気えのき、この場合浜岡なら当たり、青島はどんな時にでも勝利です。あれグロン連チャンに応じてるわけじゃなさそうなんだよね。グランドチャンピオンいいんじゃねえの。あれ今畑の1人しかいなかった。ロケットスタートなら勝ち、あー浜岡なら勝ち、一番人気以外が相手ではチャンスがもう3番人気相手なんでチャンスではあるけど、畑のよりは人気が上だからまだわからない。くーぶっちぎりました。第2ターンの攻防ですね。でこれも V ストックしてないんでザンホリューは当たってたらやばいと思います。だからここで揃わない方がいい。 OK、 おおこうだね。今日打ちっぱなしで問題ありません。3番人気、あガモが1番人気だね。えじゃあガモですね、相手はおそらく。あオーシャンカップ負け見てないんだよ。レンチャンに応じてるかわからないですけど、なんとかカップの色がちょっと違ったりするんで多分これチャンスですね。えのきは2番人気だったんでえのきが出てきてもなんとかなるかも。多分ガモです。相手はガモでもえのきでもなければ当たり、ただこの場合相手が1番人気の相手なので普通のガモより強いです、おそらくは。いっけ、あやべえ、今畑野より、あ畑野の方が前にいるけど、どうだ、よっしゃ、一応畑野が押す前に前にいたんですけど、あれがかいただきなのかまだ分かんないです。そこら辺作ってあんのかな。お1、いいね。タイトルは白ばっかだな。青木、青島が1、あいいね、ガモが1番人気、このパターンは結構安心ですね。ガモでも猪木でもなければ勝利。でもメモリアル緑タイトルだ、やっぱオーシャンカップはあとチャンスなのかな。ロケットスタート、まずこのスタートで、ああダメか、
上手用だ。ただ2番人気なんで、相手がこのエノキはもしかしたらなんとかなるかもしれない。でエノキを倒せれば V ストックで V ザンホリオも当たってて、なおかつそれも継続です。一番人気じゃないエノキだったらなんとかなってほしい。前に出てる、いけ。逆言うとこれ、ま、負けたんだけど、で6号艇が1番だ、1着だったり7777だったりすると復活の子、復活のザンホリオが当たってれば金の旗の方が成功ね。終了でございます。V モンキーもできませんでした。半分戻ってきたけど、半分というか9000パ3分の1ぐらい戻ってきたか。ただ今エノキに負けたので、エノキに負けてその後ザンホリオが当たってても、多分そのザンホリオ死にます。もしザンホリオが継続だったらエノキに勝つと思われるんですよ。だからエノキに負けてうわーって思った後復活して、それがザンホリオあたりだったら、復活は多分その復活ってパターンとザンホリオが当たってました復活の2つがあるかもしれないですけど、基本的に復活はザンホリオあたりです。ゆっくりしていってね。ゆっくり実況かな。店内状況なんですが、モンキーもボーダーラインを超えておりますね。 17.5 といったところで、ワンパンマンもずっと人が変わってないところから良さそう。あとは先月入った純信頼のティガやシンガロ、ここら辺にも当たりがあり、メインコースのカラクリサーカスやユニコーン、そして当たりが一番多いのがやっぱリムソーですね。リムソーは今後も頑張りたいという意思がビンビンに感じられます。でライトのコーナーだとやっぱりジャギー、デールガン、あとはシンフォギア、他アマデージコースにもいくつか折ってキラリと光るものがございました。チャンネル登録よろしくね。お、サウキミド、あ、違うか、ガセだ。あ、いた。え、サウキミ、あ、この前にリシかかってたっけ。サウキミなしでもゾーン入ったの。逆に熱いか。サウキミなしで回を取ったのは初めて。4か。超取りなさい、超。お、心が止まらない SP。 これ確か超を取らなければ当たりじゃなかったかな。これ当たったか。じゃあ懲罰全開がな、あ、これ当たりか。確か超がなければ当たりって書いてあったような。ほら、一緒に当たった。ごめんね、よりもそっち気づいちゃってやべって思ったのよ。でも赤テロップだからいけるな。2人同時に大当たりです。で、孫ちゃんが8のランプがついてたらラッシュじゃないかって出たけど、確かにその可能性高い。だからセグ見ないようにしよう。ねえ、そ、君にラッシュ入られると俺が入らない気がするじゃないか。つか本当に 今の台って何か起きた後じゃねえ。だったんねえな、これ。あ、2番人気だ。で浜岡が上にいるから、これ浜岡以上が、浜岡が出てくるはず。道口でできたらいただきだろ。浜岡、道口はに下の人気だから、今回畑野より道口来い。浜岡やめろ。まだまだ詰まらせておく。浜岡だ。これだとまだ分からないですね。ただかなり期待度は高いです、浜岡だから。だから2番人気で浜岡が上位、その上の人気だったんで浜岡に負ける可能性はあるんですけど、そもそも浜岡はチャンスなんで行ってくれないと困ります。よっしゃー。あ、6、8ついてなくて入った。146、すいません、首にすんぞ暴言。ごめんなさい、ラッシュ行ってきます。今休めて行こうだから行く。 V モンキー決めてきたろ。おら、2か。うわー、タイトルデフォだ。畑野がどこに来るか、あと一番人気が誰か。あっち、えのきが畑野のより人気がないので、えのきさん出てこないです。むしろ出てきたらセックスして V ストックも確定する4500発ボーナスになるんで、えのき、えのき、えのき、一番人気ガモだったな。ガモじゃなければもっといい。多分ガモ。あ、ロケットスタートなしか。えのき多分ガモだけど、あれでもやっぱお前か。
この場合一番人気の相手なのでちょっと怖いですね。バイブしてねえし、ぶっちぎってほしいんだけど。やべえ、ぶっちぎってね、これやばいか。まさか、やめてよ負けんなんて。ただ負ける可能性はある。やった、やめろや。あー36だから、あ77だぞ。復活か、ザンホリオあたりか。風吹いた、どうだ。ここで左の、あ、ザンホあたりだ。でもこのザンホやべえんじゃねえの。ザンホリオも継続、あーでもザン、うん、あでえのきが一番人気だ。やばいなこれ、えのきが出てくる。どうなんだろうな、ザンホリオが当たりだったらえのきに勝つようになってるのか、あのこの変動で勝つことが確定してて、ザンホリオも継続だったらえのきに勝つのか。いわゆる終了、あれ道口だ、えのきさんじゃなかった。それともザンホリオのバトルはえのき出てこないのかな、もしかしたら。え、もうザンホリオないから、となると道口が一番やばい相手よ。やべえ、ここの煽りが普通、高速だったら当たりなんだけど。あれカットインっていつも入ったっけ。入んない、入る。やった、お前2回も連続で負けんな。777777、まで、ちょっとここでいろいろまとめたいんだけど、一発目、やるザンホリウがある状態で、一発目のあたりが継続、ザンホリウも継続だったらえのきに勝って V ストックだったり、青島優子が出てきて V ストックするんですけど、疑問なのが、その変動のやつは負けるけど、ザンホが勝利だった場合はえのきに勝つのかどうかなんですよね。ただ内部的にはまあ死亡継続だった場合、結局3000発取れて次のボーナスも確定するから4500個になるじゃないですか。だから死亡継続の時でもえのきに勝てるとしたら、あの他のやつで負けて復活でも、あ、ザンホリューバトルでも負けやすいのかなって。どうなんだろうな、どう作ってあるんだろう。そこ勝利勝利2つ2個とも当たってるとかでした場合、勝利勝利の時には多分青島優子かえのきに勝つかっていうパターンにしてくると思うんですよね。で敗北勝利の時なんですよ問題は。敗北勝利の時にもう青島優子やえのきさんが出てくるとしたら、ガモーに負けて復活したけど、このザンホリューのバトルもやばいことになるんですよね。敗北勝利でもえのきさんや青島優子出てくるとしたら、復活したとこで敗北の可能性が上がってる。でもちろん敗北敗北だったらガモーにもガモーに負けてここでも負けるとかがあると思うんだけど、そこどう作ってんだろうな。はい、お疲れ様でございます。 V モンキーならず、ただ夢は見れました。投資10万円、回収が3800個、2万2500発ぐらい負けたのか、2万1250発ですね、マイナスでございます。こんだけ負けてお前なんでニコニコしてんの、稼いでるからでしょって思うかもしれないけど、稼いでても痛い。しかしなんでこんなに笑ってるかというと、孫ちゃん今日乗り打ちだよね。え、じゃあ前の投資の時も乗り打ちにしましょう。いくら負けたの。今日だけ乗り打ちで。今日だけ乗り打ち。まあ機種の総括ですけども、左は本当つかみどころがないですね。先読みチャンスにしてても、先読み来てもえこれどうなのどうなのどうなのがずっと繰り返されるし、金がねえからどうなのかと思ったら懲罰全開来て、あれ当たんのと思ったらチャンスアップ弱くて外れたり、かといってね、孫ちゃんも今日1回やったらしいんだけど、今日僕の右の人も単なる下地さんで金も出てなくて赤系しか出てなくて、多分 えのきだけさんだと思うんだけど、相手が赤タロップだけだったんですよ、懲罰全開もなしにね。でそれでえのきだけさんぶっ倒してたりしたんで、割に西陣さんってね、激アッえっていうハズレもやっぱあるのよ。みんなもね、モモキュンとかで食らったと思うんだけど、変なハズレもあるし変な当たりもありますね。だからつかみどころがないです。どっちかというと左の評価は修行台です。ただストリートファイターや、あ、ストリートファイターは今年ナンバーワン機種なんですけど、左は修行です。で、あと塩と虎といったこっちの修行台ってのは、あの無駄にギジニア技術さんでスーパー行くのが多くてちょっと長いっていうの修行台。そうじゃなくてね、7つの滞在も修行台だと思ってるんですけど、モンキータも何も起こんないんですよ基本で。それで右を味わう前にやめちゃう人も多いと思うんですけど、右マジで面白いんで、
一回ねちょっと味わってみてほしい。一つ残念なのが甘すぎることだね。ボーダーが16ぐらいなので、今世の中のお店全体が謎の数字が35玉ぐらいだったら全然あれで回せて遊べるんですけど、高いお店が多いんでね、扱いづらいんじゃないかなって。やっぱ利益いただくってなると15ぐらいで回すことになると思うけど、それだと打ち手が耐えられないし、17回しちゃうともうお店が赤だし。で、西陣さんの代って、これめっちゃ失礼なこと言うけどごめんなさい、西陣さん、西陣さんの代って昔からちょっと辛いんですよ。ボーダーが辛い代が多かったです。なぜかというと辛めのスペック作らないと売れないからというのを聞いたことがあります。いい台多いんですけどね、振り分けとか作りでいいんですけど、出玉をね、払い出しを1300、出玉1200で作って、ボーダーがこうなると多分19から20ぐらいまでになるんで、それで作ってくれてもよかったかなって。うん、まあガロが今度出るガロがまあ同じようなスペックなんですけど、それに対抗しようとしたのかな。クッとしてはやっぱり右めちゃくちゃ面白いし、やっぱりもう少し回るような感じでまったり打ちたいなと思ったから、ちょっとそこを、出玉200個、まあ、150発ぐらいかな減らして、もうちょっとボーダー絡めで出してくれたらもっとロングランできたかと思います。だからお客さんもしつかないとしたら、右を味わう前に左が本当に何にも起きないからつまんねってなるパターンと、やっぱり回せないからあーってなってちょっと打ってやめちゃうっていうパターンかな。80%継続とはなってるものの、実際は 70% ループで、死んだ時に残保留1個残ってて、ここでぶっ刺せばっていう、でここでのぶっ刺しの継続だったり死亡もあって、もろもろ込みで 81% なんですけど、割とね一発抽選の 81% より 70% 継続で残保留にチャンスがあるっていう、このスペックすげえ面白い。あの 70% だから割とね死ぬのを受け入れられるんですよ。なんだろう、 70% 継続だと割と割り切れるんだけど、80って一番嫌いなんだよね。即死するとすげえムカつくけど、なんか連チャンにめちゃくちゃ期待しちゃうのが80でも、実際は現実は厳しいで、70だとそれなりに連も期待するし即死も受け入れられる。だから一番いいバランスが実は70だと思うんですが、で 70% で漏れても 2.6分の1、約 38% から 40% ぐらいで残保留当たってるんで、 40% で引き戻せるって考えたらね、死んでも残保に当たり、残保に当たりっていう、だからこうもう一回ねどっかで打ちたいですね。だから10万突っ込んで、まあ結果8万5000ぐらい負けたんですけど、ちょっとねもう一回打ちたいと思わせるような台でした。はい、やっぱ西陣さん右の作り方がうまい。ただ最後にここでまた下げること言うんですけど、西陣さんの信頼度メーカー発表値、あれ昔からはちゃめちゃだと思ってます。今日再確認しました。あの数値をね結構、えこれこんなにないだろってのだったり、逆にえこれもう少しあるだろみたいな、ようわからんっていうのが西陣さんの信頼度表記なので、体感で打ってた方がいいと思います。はい、というわけで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。